ね、せめてさ、日曜日ね、ね朝ってだから、うん、メンツ決めよ、うん、俺とアイコと、あと2人池上と姫ちゃん、まあまあいいけど姫ちゃんやだ脇がだからお前言うなよ姫ちゃんとだって脇がなの知らないの、半端ないよ、めちゃくちゃのこと言ってあんたのクレームくすぐる臭くなかったけどねずっとね、いるとね、わかんないの姫ちゃんと脇がではないの汗かくとすごい、うん、私発覚した発覚したご飯食べてもきつかったご飯食べても脇の匂いで悪い子じゃないけどさひどいこと言うなでもさ、接点がないじゃん。養分はアイコ NG でしょ、うん、パル行くならパル俺は連れてきたいけどね、うん、忙しいからね、パルも、うん、とりあえずここから静岡までどうやって、うん、まあ一番、パルが一番ね、やっぱ俺仲いいからね、うん、パルが俺、パル、アイコで、パルが好きそうな女の子ね、うん、誰だっけな、ちょっと若くて可愛い子誰だっけ、九州ったらおはちゃんいるわ、えおはちゃん、おはちゃん、おはちゃん、あんだろ、リスナー九州行ったら知らないよ、おはちゃん、ナナちゃんみたいな大手来ないんでしょ、ナナちゃん来ないでしょ、うん、まあ、ユイカね、ここ駅は何ゲロゲロ、ゲロ駅だよ、すいません、ここ駅ってゲロって言うんですか、はい、ゲロ駅、ゲロ、メンツ集めなきゃ、赤マリスさんは赤マリスさんいらない、好き、うん、パルパルは人のネタでしか配信できない炎上配信者だって言ってた、じゃあパル連れてったらぶつかるな、パル連れてったらぶつかっちゃうね、新幹線だ、あ、デニツくんいいかもしれないけど、デニツくん新居、新居忙しいしな、3600円、新居忙しいし、やっちょ声かけるか、やっちょ、うん、うん、いいんじゃない、やっちょ、うん、俺、愛子やっちょで、女もう一人、うん、俺、やっちょ、愛子あと一人だな、ワンワン、ワンワンはやだ、あんたやだ、会いたくない、まあまあ、まあ3人、まあ、ゆいでいいんじゃない、うん、ゆいが行くかどうか、ゆい行くよ、うん、俺、あいこ、やっちょ、ゆいでいいじゃん、うん、いいじゃん、やっと電話して、あさって行くか、あ、マリスさん、今日車取りに行きますね、マリスさん、今日もうちょっとしたら電車乗るんで、うん、つまんないメンツ、じゃあもう見ないでください、話やっちゃってないな、LINE 送っときな、うん、うん、あさって一緒に四季の家行くって、うん、いや、車検今週末車検お盆で出せませんでした、うわぁ、そ、じゃあ、無理じゃん、車検レンタカーだわ、
レンタカーか新幹線だわ。新幹線高いからさ、飛行機、あ、そっか、飛行機するんじゃん。じゃあやめようよ。車検、お盆出せないか。え、ゆいもさ、行くって。まさや来るって。じゃあもうやっちょ断らなきゃ。え、ちょ、違う、どこ行くの？もうさ、ゆいがまさや好きなだけじゃん。まあいいけど。うん、あの、やっちょの方が。ゆいの家にまさや来るの？もうゆいいらないから、やっちょ、まさや、あいこでいいの。そっちの方が面白そうだけどな。うん、俺的にはね。まあ、あえこはいるか、俺、うん、ね。ああ、ダメだった。じゃあ、しょうがないね。まあ、ちょっと、計画練ろ。まさやんのこと大好きみたい、ゆいが。うん、ああ、ゆいがまさやんどうしても連れて行こうとしてるの、ね。うん、俺もまさやん好きだからいいんだけど、うん、私も好きなんだけど、コロナが心配。4人って5人は乗れないよ。後ろぎゅうぎゅう詰めになっちゃうじゃん。長旅でさ、後ろ3人きついよね。3人きついよ。うん、まあじゃあいいんじゃない。俺、愛子、まさやん、ゆいで。やっちょいるとね、配信してくれるし盛り上がるんだけど。うん、ああ、まさやん、その要素あるね。まあ、病み上がりだから。年式がレンタカーでおいでよ、ゆいもお金出せるって言ってたよ。ああ、だからまさやんがどうかだよね。え、うん、ね、まさやんがいいだ。マサヤンが言ってたよ。え、マサヤン、今日もう式の家に座る、子供、うん、一緒に行こうと思ってるのね。ユイがマサヤンをめちゃくちゃ推してるってこと。そう、病み上がりで、まあ、しきちゃんがいいって言うならいいんじゃない。しきちゃんに送ってみ、マサヤンいいって。うん、リスナーさん心配してるよ、コロナ病み上がりだから、うん、なんでそんなことだ。ユイがマサヤンのこと好きだから狙ってるんだよ。だからマサヤンと一緒に行きたいんだよ。だからユイのイメージはだからダブルデートしたいんだね。はい、アイコ、うん、あ、好きね、うん、知り合いのレンタカー屋の社長いるから、うん、え、関東から？関東から、うん、マジで？うん、安く？うん、多分。そうなの？あのね、うん、どこに帰るって結構日本全国に会社持ってると思うから、ちょっと聞いてみようか。うん、うん、ちょっと待ってて。うん、え、大きいのでさ、例えばさ、ワゴンとかでさ、うん、ワゴンとか高いから、ちっちゃい車でもいいよ、4人だから。メンバーは4人で来てるの？うん、多分、うん、まさやんがなんかコロナ病み上がりだけど、ハックン大丈夫なのかな。いや、だから外でさ、うち家がさ、8部屋あるのよ。へぇ、すごいよ、うん。だから、その、で、外庭も広いから、うん、あの、テント張ってまさやん家の中上がるし、あぁ、だったらやっちょの方がいいんじゃない。まさやんも気の毒だから。やっちょに一応 LINE しといたよ。でもゆいとまさやんいいじゃん。ゆい、うん、がね、まさやん好きすぎてまさやん連れて行きたいんだって。あ、そうなの。うん、まさやんがいい、まさやんがいいって言ってるから。あ、そうなんだ。じゃあゆいとまさやん外で、そうだね、テントで寝かせればいいじゃん。そうだね、うん、しきちゃん、そうなると二人を家に入れないでとかってヘイト集まったりするから。いやいや、違う、どの道ね、うん、うちね、玄関とも開放してるから、うん、あの、やっぱ換気が一番良くないの、コロナって。うん、だから換気しとかない、常にエアコンとかだったり換気しとかないといけないからね。出入りはみんな自由にしたらいいじゃん。まあリスクは多少あるけど大丈夫なの。で、あの、お風呂場は外から入れるから、うち。うん、
あーそうだね、入れんね。朝や外からお風呂入ってもらえばいいね。あうん、うん、そうそうする、うん、どうにかなるよ。どうにかなる、うん、外にテント張ってさ、バーベキューとかプールとかもあるし、うん、どうにかなるって。どうにかなる、うん、で、あの来るとき窓開けて換気してこないとダメだよ、でも、うん、あー、ずっと高速で窓開けっぱなしじゃん。いやいや、窓開けっぱなしじゃなくてちょこ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 換気してしてたらいい。あ、そう。これでもうコロナ移ったらシャレにならんけどな、うん、あ、まあ、そうだね。だからマサヤン呼びかけないんだよ。やっぱメンツは慎重にちょっと選ぶけど、4人で行く。マサヤンやめて新野町がいいよ。うん、うん、でね、結構、あ、じゃあちょっとレンタル、うん、レンタル手配してほしい。うん、待ってて。はい、うん、はい。すごいね、うん、よっぽど来てほしいんだよ。あ、うん、マサヤン今日さ、家に来ないと車まで手配してくれるって、うん、